ちょっと回り道して帰ろうかな。あ、たい焼きの屋台が出てる。ちょうどお腹も空いてきたし、食べちゃおっかな。おじさん、一つちょうだ。あれ？これで帰るのではないのですか？ここでは扱ってないんだよ。これで何でも買えると聞いていたのですが。ああ、わかんねえやつだな。ここはそんな偉そうなカードが使えるほどご立派な店じゃねえんだよ。現金持ってこい、現金。はあ、そうですか。困りました。変な人、外国の人かしら。屋台でカードを使おうとするなんて、あまり関わらない方がいいよね。すみません、お嬢さん。え、私？少しだけお手をお貸しいただけませんか？可愛らしいお嬢さん。あ、はい、何でしょう？このお店で食べ物を買いたいと思ったのですが、売ってくれないのです。家人からはこれで何でも買えると言われていたのですが。え、これってエンペラーズクラブのスペシャルゴールドカード？初めて見た。何か間違ったのでしょうか？それとも家人に騙され。あの、これは使えないと思いますよ。やっぱり家人に騙されたのですね。そうじゃなくて、こういうのは大きいお店じゃないと使えないんですよ。お金はお持ちですか？お札とかコインとか。いえ、持ってないんです。仕方ないですね。諦め。ああ。この人、お腹ペコペコなんだ。確か駅前に、そのカードで現金を引き出せるキャッシュコーナーがあったと思います。ここからだとちょっと遠いけど、そこでまずお金を下ろしてきたらいかがですか？そうですね。ご親切にありがとうございました。見知らぬ方から施しを受けるわけには。施しじゃなくて私のおごりです。おごり？ご馳走するって意味ですよ。私があなたにご馳走したいんです。それにちょうど私もお腹が空いてて、一人で食べるより二人で食べる方が美味しいと思うし。ありがとうございます。では遠慮なくいただきます。ここのたい焼き美味しいんですよ。食べてみて。おいしい。そうか、これがたい焼きか。たい焼き食べたことなかったんですか？はい、僕はシュトロイゼル公国の出身なんです。シュトロイゼル公国？どこにある国だったかしら。いや、ヨーロッパのほんの小国だから知らなくても無理はないですよ。気にしないでください。僕は以前から日本に来てみたくて、無理言って留学させてもらったんです。だけど学校へは送り迎え付き、無駄な外出は一切禁止。たまに外出してもお付きの者がべったりで、これじゃあ何のために日本に来たのかわからないです。それで抜け出してきちゃったんですか？ええ、その通りです。でもこんなありさまではお恥ずかしい限りですね。それじゃあ今頃お家の方が心配して探してるんじゃないですか？そうですね。そろそろ帰らないと。ありがとうございます。本当に助かりました。あなたに出会えてよかった。お気をつけて。
公園に寄り道していこうかな。今日は屋台は出てないのね。そういえば前にここであの外国のお兄さんに会ったんだっけ。ここにいたらまた会えたりしてなんて、そんなうまい話があるわけ。こんにちはお嬢さん。え、やっぱりそうでしたね。ここにいればまた会えるってそんな気がしていました。奇遇ですね。私もです。え、よく聞こえませんでしたが。いえ、なんでも。それよりまた抜け出してきちゃったんですか。ええ、どうしても探したいものがあって。そう、それであなたを探していました。私を？ああ、そういえば自己紹介がまだでしたね。僕はロッシェ・ウェハースと言います。あなたの名前は？ロッシェさん。素敵な名前ですね。僕のことはどうぞロッシェと呼んでください。ありがとうございます。それで、私は何をすれば？探し物を手伝ってほしいんです。探し物？青い瓶です。故郷で見たことがあるんですが、どうもそれは日本のものらしいのです。青い瓶ですか？ええ、日本に来たらぜひその瓶を買いたいと思っていました。でも僕はこの通り日本の習慣に疎くて買い物一つできないから。日本の習慣に疎いという問題じゃないと思うんだけど。どこを探したらいいのかわからないし、手伝っていただけませんか？そうですね。ごめんなさい、これから予定があるんです。そうですか、それでは仕方がありませんね。いえ、無理言ってすみませんでした。なんとか自分で探してみます。では失礼。わかりました。お手伝いします。本当ですか？ありがとう。隣町なら大きいからきっとあるわ。行ってみましょう。ここにはなかったですね。他にありそうなところを知りませんか？東大元暮らしって言葉もあるし、商店街へ行ってみましょうか。ないですね。簡単には手に入らないのかもしれない。大事そうになさってたし。もしかしてそれって古いものですか？はい、そうだと思います。本屋さんで聞いてみましょうか。そういう古いものを探しているんなら質屋に行ってみるといい。質屋？どこにあるんですか？隣町の裏通りだったかな。気をつけて行きなさい。ありがとうございます。やはりなさそうですけど。そうですね。あれ？あった！あんなのじゃないですか？あの奥の棚にある。そう、そうです。ありがとう、ありがとう。よかった。じゃあ買ってしまいましょう。すみません、それおいくらですか？すみませんね、そちらは売り物じゃないんですよ。え？どうしても売っていただくわけにはいかないのですか？ええ、ちょっと訳ありでね、売るわけにはいかないんですよ。そんな、少し形は違うけどあの瓶と同じだ。やっと見つけたと思ったのに。君、これと同じものを見たことがあるのかい？ええ、故郷で祖母が。そうか、この瓶は本当は2つで1組の双子だったんだよ。知ってたかい？いいえ。君はその片割れを見たことがあるという。それは確かかね？
わかりません。でも色に深みと透明感があって、武骨だけど温かみのあるこの感じは僕が見たものと一緒です。なるほどね。だとしたらこれは君のものだよ。持っていきなさい。本当にありがとうございます。あの、おいくらになりますか？いや、お金はいらないよ。ゆかりの君から金を取ったりしたら死んだ親父に怒られてしまう。いいえ、お受け取りください。自分で買うことに意味があるんです。そうか。遠い昔、君と同じようなことを言ってその瓶を買っていった人がいるよ。その時の店長は親父だったけどね。運命なんでしょうね。では気持ちばかりいただきましょう。ありがとうございます。よかったですね。と、そうだ、ここもカード使えませんよ。大丈夫ですか？もちろんです。今日はちゃんと現金も持ってきていますから。ほら。え、そんなにたくさん。しまってください。何かいけなかったのかな。こんなに早く見つかるなんて、みんなあなたのおかげです。お役に立ててよかったです。そんなに喜んでもらえるなんて、こっちまで嬉しくなっちゃう。よっぽど大事なものなんですね。祖母との思い出の品なんです。おばあさま？そう。そして僕にはとても意味があるもの。 あなたの生き生きした瞳、そしてその明るい笑顔、祖母と同じ。え、もしかしてこうして出会えたのは祖母が引き合わせてくれたのかも。またここで会ってくれませんか？そんなに真剣に見つめられたら、私、ごめんなさい。そんなにここへは来ないし、それにこれから忙しくもなるし。そうですよね。ごめんなさい、あなたを困らせるようなことを言って。いえ。でも会えてよかった。故郷に帰ってもあなたのことは忘れません。お国へ帰られるのですか？近いうちに。いつまでも国を開けてはいられませんし。そうですか。お気をつけて。ありがとう。お元気で。喜んで。私もまた会えたらいいなって思ってたんです。本当にありがとう。今日は本当にいいことばかりです。そうですね。では僕はもう戻らないと。また会える日を楽しみにしています。はい、お気をつけて。今日はあなたに会えるような気がして、来てよかった。まあ、今日はどこへお連れしましょうか？そうですね。この町を案内してくれませんか？この町を、ですか？でも、取り立てて何もない普通の町ですよ。それでいいんです。日本のごく普通の風景を見てみたいんです。これから予定があるんです。そうですか。それでは仕方がありませんね。最後にこの街をあなたと一緒にゆっくり見ておきたかったのですが。お国へ帰られるのですか？近いうちに。いつまでも国を開けてはいられませんし。でも会えてよかった。故郷に帰ってもあなたのことは忘れません。気をつけて。ありがとう。お元気で。
かりました。じゃあ、ここでは日本の神様を祀っているんですよ。教会みたいなものですか？静かで気が引き締まる感じがします。とてもファンタスティックですね。ここからだとこの街全体が見渡せるんですよ。日本の代表的な風景というわけですね。家も見えますか？どうかしら、探してみましょうか。ここは私の通っている学校なんです。そうですか。毎日をここで過ごしているんですね。ね、思い出もたくさん。何があるってわけじゃないんだけど、なんとなく案内したくなって。なんだか嬉しいです。ちょっと中に入ってみましょうか。え、待って、怒られちゃう。今日は楽しかったです。暮らしている街を見ることができたし、何よりあなたと一緒に過ごせたから。ロッセ、もしよかったらまたここで会ってくれませんか？だからそんなに真剣に見つめないで。ごめんなさい、私他にもやらなきゃいけないことがたくさんあるし。そうですか。国に帰る前にもう一度だけあなたに会いたいと思っていたんですが、残念です。お国へ帰られるのですか？ええ、近いうちに。そうだったんですか。そんなに悲しそうな顔をしないでください。別れづらくなってしまいます。最後にあなたの笑顔を見せてくれませんか？笑顔？そう、とびきり素敵な笑顔を。いつまでもその笑顔を忘れないで。僕も忘れない。ロッセ、ありがとう。お元気で。もう会えないんだ。はい、私でよかったら喜んでお供します。今度はいつ会えますか？よかった。いい返事を聞くことができて。そうですね、今度は。殿下、探しましたぞ。お前たちは、僕がここにいることは。いいえ殿下、すべてセバスチャンが白状いたしました。彼を責めないでやってくれ。僕が頼んだことで彼に咎はない。もちろん承知しております。しかし彼には彼の役割がございます。放置しては他の者に示しがつきません。お前たちはいつもそうだ。それが仕事でございますゆえ。さて、お戻りいただけますか？ご自分のお立場をお忘れなきよう。そちらのお嬢様にもお話がございますし。彼女は関係ない。おい、手を離せ。ロッセ、ご心配なく、殿下のお立場をご理解いただくだけです。殿下をお連れしろ。離せ。すまない、必ずまた。ロッセ、手を離してくれ。自分で歩ける。さてお嬢様、見苦しいところをお見せしてしまい申し訳ございません。どういうことなんですかロッシェ。いえ、ロッシェさんは。それに殿下ってまさか。なかなか聡明な方のようですね。お察しの通り、ロッシェ様はシュトロイゼル公国の王子殿下であらせられます。王子様。本来ならこのように気軽に出歩けるご身分の方ではないのです。それが我々の落ち度であなた様にもご迷惑をおかけしてしまいました。そんな。今後はこのようなことのないようにいたします。どうかあなた様も
これまでのことは一切お忘れくださいますよ。あの、でも殿下のお立場のことをお考えください。よろしいですね。では、失礼します。あれって、もう会うなってことよね、ロシェ。いい天気。でも、公園に行ったって、今日もロシェはいないんだわ。やっぱり、いるわけないよね。あの人の言う通り、忘れた方がいいのかしら。帰ろうかな。あれ、何か光った。なんだろう、確かこの辺に。あ、これかな。これは一緒に買った瓶。でもなんでここに。まさかロシェが。中に紙が。もしかして。やっぱりロシェからだわ。先日は本当に申し訳ありません。あなたにも迷惑をかけてしまいましたね。身分のことを隠していたのは、一人の人間として接したかったからです。決して大意があったわけではありません。あれからずっとあなたのことばかり考えています。こんな気持ちは初めてです、ロシェ。すぐにでも飛んでいきたいのに、彼らの監視が厳しくて出ていくことができません。やっとのことで何とかごまかしてここまで来ましたが、こんな形で手紙を置いていくのが精一杯です。もしあなたがこれを見つけて読んでくれているのならば、僕はその運命にかけてみたい。幾多の困難を乗り越えて再びあなたの前に馳せ参じると、神の御前に誓おう。もしあなたが同じ気持ちなら、返事をこの青い瓶の中に入れてください。祖母がきっと僕らを引き合わせてくれると信じて、ロシェ。これってロシェからの告白。よし、書こう。ロシェ様、お手紙をありがとうございます。あなたとの日々はとても楽しいものでした。でも私、あれからいろいろ考えました。お笑いになるかもしれませんが、私はプリンセスになることが夢でした。あなたが王子様だと知ったとき、正直動揺しました。でもやっぱりお月の方に言われて分かりました。やはり夢は夢でしかないんです。壁を越えていく勇気が私には、それにこれまで育ててくれた大切な家族にも迷惑をかけることは私にはできません。臆病な私をお許しください。あなたとのことは大事な思い出として一生心の中にしまっておきます。さようなら。これでよし。これでよかったのよ、ね、さようなら、ロシェ。よし、書こう。ロシェ様、お手紙をありがとうございます。あれから何度もこの公園に足を運びました。いないって分かってるのに、もしかしたらって思って、今日この青い瓶を見つけて私の心は踊り上がりました。まだあなたとの絆が途絶えたわけではないのだと。あなたが王子様だなんて信じられません。
お笑いになるかもしれませんが、私はプリンセスになることが夢なんです。だけどもはやそんなことすらどうでもいいことに思えます。それほどに私はあなたに会いたい。この手紙が私に届いたんですもの。この返事も私の思いもきっとあなたのもとに届くと信じています。これでよしと。無事に届きますように。あの手紙ちゃんとロッシェに届いたのかしら。瓶もなくなってたし、きっと見てくれたわよね多分。よし行ってみよう。やっぱりいないよね。瓶もないし、今日は少しだけ待ってみようかな。って決めたんだもの。もう少しだけ待ってみよう。あ、降ってきちゃった。傘持ってないし、どうしよう。神様お願い、ロッシェに会わせて。え、ロッシェ、ずいぶん待たせてしまいましたね。ロッシェ、本当にもう会えないかなって言ったでしょ。幾多の困難を乗り越えて再びあなたの前に馳せ参じるって。ロッシェ、私すみません、心配かけましたよね。話したいことたくさんあったのに。僕もです。困りました。一体何から話したら。あ、雨濡れちゃうわ。何か拭くものあったかな。あ、大丈夫です。それよりあまり時間がないんです。話を聞いてもらえますか。え、うん。あなたに会うことができたら言おうと思っていたことです。あなたのことが好きですって。祖母のゆかりの地であるこの日本であなたと出会うことができたのは導きだったとしか思えない。いや、そんなことはもうどうでもいいんです。僕はあなたを話したくない。ロッシェ、あなたに渡したいものがあるんです。いつかこれを手に入れて僕の大事な人に渡そうってずっと思っていたんです。祖父が祖母にそうしたように。それで意味のあるものって。これをあなたに受け取ってほしい。そして僕の国に来てくれませんか。え、小さくて貧しい国だからあなたが思い描いていた夢とは違うかもしれないけれど、僕だけのプリンセスになってくれませんか。これってロッシェからのプロポーズ。嬉しい。え、それじゃあ私もあなたと一緒にいたい。でも私あなたの国には行けません。どうして。あなたも僕のことを好いてくれてるのではないのですか。私この国が好きなんです。友達も思い出も何よりお母さんのいるこの国が。親を見て見知らぬ土地へ行くなんて。それに考えれば考えるほど私みたいな普通の娘が一国の王子様のお嫁さんになるなんて無理がありますね。これ
から降りかかる困難を考えたら、それを乗り越える勇気が私には。考え直す気はないのですか？ごめんなさい。そうですか。あなたには本当に迷惑をかけてしまいましたね。いいえ、最後にあなたにお会いできて本当によかった。僕もです。お元気で。ええ、あなたも。これでよかったのよね。でもロシうれしい。え、それじゃあ。私なんかでいいんですか？釣り合わないんじゃ。大丈夫です。しばらくは周囲がうるさいと思いますが、僕が必ず説得してみせます。それに実際に会えばきっと彼らも納得すると思います。自信を持ってください。はい。すべての準備が整ったらあなたを迎えに来ます。またお待たせしてしまいますが。ロッシェに会うことができて、こんなに嬉しい言葉までいただいたんですもの。自分を磨いてお待ちしています。でもその前にお互い濡れた服を何とかしないといけませんね。あ、そういえば今日はどうやって出てこれたんですか？それは企業秘密です。やっぱりおとぎ話の魔法みたいだわ。え、何ですか？何でもないですよ。